な。竹内さん、これはこの技も何かしか攻めてるわけですね。リスト、それから腕ですね。もちろん肩にも入ってますね。はい、次の技と申し上げてよろしいかと思います。 V1 アームロック、スタンディングポジション。この対戦になると必ずスタンディングポジションを取ります。さあ、もう手を離さない FC。 しかし体を持ち上げたマレンコ、コーナーに押し上げました。竹内さん、リング上はもう40何度を超す暑さだと思うんですが、こういう感染症というのはどうなんでしょうか。これはですね、決めてる状態、やっぱり汗が出てきますとね、だん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 かかりが悪くなってますね。脇が止め、そういう意味でポイントの抑え方、関節技のポイントの抑え方という意味では上手にそうでしょうか。これはですね、おそらくその裏のポイントになってますとね、はい、ローマレンコのが一番上だと思いますね。そうですか。単に決めててもですね、我々が見た目で以上のですね、ダメージを相手に負わせることが可能だと思いますね。なるほど。それから竹内さん、もう一つ気になりますのが、このスタミナの配分の仕方ですね。これだけなった。これはですね、やっぱりその淵の場合、実戦でこんだけのスタミナをキープしてますからね、はい、そういう部分でやっぱりその道場で培ったスタミナのマネに超えるがですね、やっぱり実戦経験の豊富な淵の方がですね、やっぱりスタミナ的には有利だと思いますね。それから、脇が止め、これで前回の対戦、タイトルマッチ、まあ、王座を失いましたが、淵、この上マネンコをギブアップ寸前にまで追い込みました。だけどそうでしたね。そうですね、その時にやっぱり徹底的にここまで攻めたら、やっぱり攻め込んでみたいですね。はい、若林前チャンピオンの桃田選手がしっかりとこの勝負を見てるんですけども、冷静な、まあ、見方をしておりまして、今後の展開をこう読んでおりました。上というのはもう本当にしぶとく最後まで最後まで冷静な男だから、一か八か相手の隙を作るために、まあ、相手の顔面にね、ショットをヒットしたり、相手の冷静さや興奮を誘うようにこの加速器をうまく持っていかなくては上の、隙の勝ち目はないなと、そういうようなことを言ってました。倉持アナウンサーのレポートです。竹内さん、やはりこの強をつく、あるいはですね、この逆に言いますとね、ジョーマレンコ、まあ、これまでの下に言いますと非常に、リンと戦った、弟と戦った時もそうでした。それから今画面に映りました桃田選手から、ベルトを奪った時もそうでした。一瞬の判断力がいいですね、選手ですから、その辺やはり狙い目かもしれませんね。それとですね、なかなかやっぱり自分のペースを崩さない選手だけにですね、一旦そのやっぱりリズムを崩せればですね、そこがやっぱりチャンスになってきますからね。はい、ああ、なるほど。隙を見せない竹内さん選手ですからね。ともかく隙がないんですよね。はい、さあ、どう攻め込むか。島田信。さあ、アームロックであります。竹内さん、さっき V1 言った、それから今アームロックで攻めている。この技の統一性という意味では、あ、バックブリから勝ちました。いいですね、節目はいい攻めにしますね。一箇所を攻めています。島田信、非常に合理的な攻め。じゃあこれをバックブリーカーでしのぎました城馬連子。さあ、立ち技での技の応酬になるのか、あるいは節が先ほどレポートがあっと、それを先にやったのは城馬連子の方であります。2位を突き上げました。このあと打数コース、あと今度は切れです。展開していくのか。さあ、城馬に蹴落とすのと城馬連子。竹内さん、でも節は言ってるんですよ。逆にですね、マレンコ選手はダフに場外での展開になったら弱いんじゃないかとも不選手言ってるんですが、ですから先ほどから吹き方で最初やっぱりそのほっぺたを張ってますよね、はい、ああいう形でちょっと一度ラフに引っ張ってってみんなも手がつくんですね。しかしそれをまた場マレンコの方もやってるわけでありまして、先手を取ってますよね。どうなりますか。もう一回、おっと手を嫌いました。島田信です。両選手右に回って右手を出したのが場マレンコ。これに応じるか。ここから竹内さん、いろんなパターンがありますからね。そろそろ関節にこだわらずですね、はい、投げを定期的に打っていってみたいですね。なるほど。ムエタイのような首相撲か、どうするか。おっと、そのまま倒れ返し、ファイヤーマンのキャリー。序盤戦で見られた攻防です。また関節に飛び出すのに来ました。しかし腕をこだわってますね。さあ、これ足に当たりに行く。クロスヘッドした、クロスヘッドした、さあどうだ。これは首関節への攻撃だ。竹内さん、決まり具合はどうですか。完全に入ってますね。昨日、スルーダスゲルが約束している。ロープまではまだちょっと距離がある。体を押し取る、ジョー・マレンコ。さあ、金沢では腕十字固めでギブアップを奪われている。七マソノブ。さあ、どうか。外れましたね。外れました。マレンコの技はああいう一発の技ですよね。そうですね。それからまだ桃田を破ったような形も一回持っているかもしれません。何しろ、あらゆる会社はもう一回行った。技の統一性という意味では竹内さん、ジョーマレンコも負けていないですね。やっぱり方ですね、同じところへ行きました。さあ、今度はどうかですか。先ほど力が悪い真ん中。さあ、今度はクロックヘッドしてますから、足を絡めた、そして首のあたりを攻めている複合技であります。ちょうど胸のあたり、乗り方はこれでいいんです。体を預けています、ジョーマレンコです。
菊池選手が言っていましたが、竹内さん、この1箇所2箇所、まあ、同時に攻められるんですが、例えば手と足が痛いんではなくて、菊池選手には全身がもう痛いんですよね、この人のスゴ技は。あれはね、見てますと、スゴ技って言いますとね、まあ、首とその腕が同時に決まってるんじゃないかと思いますけどね、おそらく決まった瞬間っていうのは、全身にやっぱり激痛が走るんですよね。そうなんでしょうね。さあ、今度は、ニールスを突き上げて、さあ、サイドオーバッター、この流れを作りたいですね、竹内さん。やっぱこの流れの繰り返しですね。はい。さあ、今度はフレーニングボレッジャーストロップ、口の持ち味が出てきた、監督。竹内さん、これも悪役紹介なので、ジャイアント馬場選手あるいは木村選手と対戦することが多くなったので、菊池選手はね、竹内さん、ちょっとマレンコ選手が軽く感じることもあるんだよと、そのように話していました。そういうヘビー級との対戦のこの成果が出るかどうか。ミサイルキック、これは竹内さん、菊池には有利に働く材料かもしれない。有利でしょうね。これはおそらく逆にですね、マレンコにはないポイントですからね。そうなんですね。さあ、そのヘビー級をも務めるテクニックが出るか。さあ、ジャーマンだ、ジャーマンだ、ジャーマン。さあ、これを切り返されて持ってかれたのが前回のタイトルマッチでした。足を引く、決まっている足を引くだ。腰を下げて、そして今ロープに逃げました。この辺も研究の後ですね、竹内さん。お互い深いですね、はい。さあ、そして今度はマレンコ、両マレンコはロープに引った、逆に返した、ドロップ組が出ました。そして今度はおっと、これはこれだ、札幌で見せたジャパニーズレッグロッククラシックホールド、これで口危ない、口危ない、あーって返した。札幌のカウントですね。札幌の弟ディーンとの対戦でゴールを持った、まさにその入り方そのものがありました。今水分経過、危なかった。竹内さん、今のは本当に危なかったですね。今度は体ごとタックル。さあ、赤いコーナーに押し上げました。ジョー・マレンコ優勢、一進一退の攻防の中でもジョー・マレンコ優勢を取りました。さあ、今度はホイップして突っ込む、かわした。さあ、ジャーマンが打てる。これを突っ込むのが前回のタイトルマッチ、またいった、また同じような展開が。この時には前回は足の方にダメージがかなりあったんですが、竹内さん、どうでしょうか。どうするんでしょう。ちょっと隙間ダメージ深いですね。そのまま足を切られて後頭部を打ったようです、マサノブ。さあ、この後ジャーマンからノーザンライドが打った。これは桃田選手がやられた。またネックリップ、危ない、危ない技を感じましたね。いやいや、危ない。こっから好きが頑張る番なんですけどね。ノーバンライトが待ってると思いますが、自然できるか。おっと、これは裏十字入りましたね。裏十字、金沢でギブアップ奪われた技。危ない、3つ目、この波状攻撃、クリティフキ。さあ、ベルトタック、夢が消えてしまうのか。シマソレブ、ジョーマレンコは第9代のチャンピオンとして2回目の防衛を果たすのか。いや、今一番苦しい時でしょうね。苦しいところでしょうね。2つまで大技をかわしたんですけどもね。はい。さあ、この技を返せるか、自分のペースに持っていけるか。今度は腕引きに逆十字の体勢に入りました。ちょうど竹内さんの痛めている左腕ですよ。そうですね。この辺りちゃんとジョーマレンコ計算してますね。ますね。さあ、三人のコンを取って2位を突き上げる。さあ、そして今度はスモールパッケージホールド、足を取っての首固め、まだ早いか。しかし返し技はジョーマレンコ、どうだ、危ない。返し技の攻防、この1回目の対戦では返し技の攻防で突き上がった。そして2回目ではノーザンライトで突きが負けているんです。1勝1敗を受けて決着をつけてみても大事なタイトルマッチ。さあ、チャレンジ、足バックに回った、タイルに回った、足を復しているトライジのジョーマレンコ、このままおっと、アバトコシのような格好になりました。両選手後頭部を打っております。本日2回目のダブルダックダウン、さあどうか。やっとほぼ同時に立ち上がった。ノーザンライトか、危ない、で返ってほしいか、ダメだ。また同じ手を食いましたね。前回前方失った時と同じように関節技からノーザンライトする時、押すと原爆固め、やられてしまいました。開始技、それからこのノーザンライトを最も警戒していたんですが、残念です。ジョーマレンコ2回目の防衛に成功です。ニューチャンピオン誕生はなりません。17分22秒、ご覧のジョー・マレンコの勝利。今そのベルト奪回になりません。対ジョー・マレンコ1勝2敗という成績、2連敗ということになりました。残念そうな試合であります。さて、竹内さん、この勝因、試合を振り返って、今両選手技の攻防の限りを尽きました。高橋亜希です。そして、お互い健闘を伝え合いました。ベルトがまたジョー・マレンコの元に戻ってまいりました。ベルトは残念ながら海外輸出です。竹内さん、この前半、富士選手は関節技でよく攻め込んだんですが、
いかがでしたか。やっぱりですね、その最後の決め技の豊富さといいますかね、はい、やっぱりジョーは自分の気持ちを最後まで最後に隠してましてね、いろんな技で牽制しながら、やっぱり最後はですね、とっておきだったり望まないとという形で、ぱっちり決めましたね。なるほど、今、ジョー・マレコがたくさんを避けました。残念ながら、福島選手、ダッシュなりませんでした。ジョー・マレンコ選手が2回目の防衛に成功した一戦でございました。